い、こんにちは。ネイチャーフォトグラファーの林です。私は今、北海道で心霊写真家として生活をしています。今日は、写真の補色に関して、初心者に分かりやすく解説していきたいと思います。補色って、食べる方じゃないです。補う色っていう意味の補色です。これは、カラーコーディネートの世界になってくるんだけど、写真では結構重要なことで、これを知っているか知っていないかで、写真の色の配置が結構変わってきます。写真を撮るときにほとんどの人は構図しか意識していないので、この補色を意識することで色の構図を作り出す。そうするとめちゃくちゃ写真が上手になります。そもそも補色とは色相環といって、このような図の正反対に位置する色の組み合わせのことです。この図は黄色を起点に色の関係を示したもので、黄色の正反対に位置するのは青紫なので、黄色と青紫は補色の関係にあります。同じように正反対に位置する緑と赤紫といった組み合わせも補色に該当します。要するにこの図の反対の色を組み合わせると、お互いが協力し合っていい写真になります。ただ絵の具であれば図のような色を簡単に作り出すことができますが、実際風景写真とかでそのような色を正確に見つけることって結構難しいです。でもおおよそでいいから反対になるような色を見つけるとかっこいい写真になります。で、先に作例をお見せします。で、これは秋の終わり頃、晩春の美瑛が撮影したものですが、この日はすごい曇っていて日の出は難しいかなって諦めてたんですよね。でも何か撮れるかなと思って高台で待機してたんですが、日の出すると同時にちょうど雲の隙間がそこだけ空いてくれて、光が降り注ぐような写真が撮れました。で、この写真をよく見ると光が黄色で背景が紫から青に近い山肌ですよね。これはお互いに補色し合っている関係なので、このような印象的な写真に仕上がります。まあこれはたまたま補色の関係がうまくいったシチュエーションで撮影できたんですが、実際ここまでうまくいくことっていうのは少ないです。まあでも頭の中にこの補色の関係性が入っているからこそ、こうやって撮影ができたわけです。で、もう一枚がこちら。これも秋に撮影したんですが、もう葉っぱが次々と散って、木にある葉っぱよりも地面にある方が多いんじゃないかなっていうぐらいの時期です。で、写真を見てみるとそこまで寒くないように感じるかもしれませんが、実際は防寒着を着て手袋をして撮影しています。北海道のこれぐらいの時期ってめちゃくちゃ寒いんですよね。で、色の関係については、緑と赤って補色の関係になるんだけど、さっきみたいに明確に反対に分かれてるわけではないです。まあ、反対っていうよりもこれぐらいの位置って感じですね。それでも色が離れているので写真にはなります。で、しっかりと対角にならなくても隣接する色を避けて、なるべく色の距離を離せばかっこいい写真になる場合が多いので、それを意識するといいです。サクッと話しましたが、まあこんな感じで、ある程度どういう色同士が補色し合っているか、それを頭に入れておくと、構図だけじゃなくて色でもかっこいい表現ができるので、ぜひ補色を覚えておいてください。そうすればワンステップ上の写真が撮れるようになると思います。今後もし写真やカメラにもっと詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録と、僕の作品はインスタに投稿していますので、綺麗な作品が見たい人は下の概要欄からフォローお願いします。あとオンラインで写真サークルもやってるんで、興味ある人はそれも下の概要欄からぜひご参加ください。それではご視聴ありがとうございました。